皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。俺たちのチャンネルの内田すごい。柴島です。はい、ということで、ちょっと急にスクラッチ宝くじやりたくなって。急だ。めちゃめちゃ急だな。当たりそうな気がするのよ。あ、でそういう時ある。なんか今買ったら当たんじゃないかなって時あるあるある。ある。まあでもなんか久しぶりにそのワクワク感味わいたいなと思って。札束が違う。こちら、スクラッチ宝くじ10万円分買ってきました。10万円分か。10万円分。うわ、取り戻せるかこれ。取り戻せるか。はい、こちらティッシュペーパーですね。ティッシュ。1枚200円だから500枚。この束、うわー、元取りたいな。最低でもいくらぐらいだと思う、金額、予想しとこうぜ。当たる金額、うん、で近かった方が総取り。なんでだよ。2万。弱気。当たりそうな気がして。俺は7万。7万いったら動画的にも面白いね。ちょっと確かに。はい、こちら、はい、ドラゴンボールスクラッチだね。ほうほうほう、はい、最高金額100万円。100万円、1等100万円。ドラゴンボールが3個出たら100万円だね。あ、なるほど。ルールは左の赤枠の中を全て削り、出た絵柄が右の通りになれば当たりで、全部削っていいんだ。うん、100万出たらおもろいな。まあ内藤ね、多分俺よりこういうの好きだから。内藤の方が。いや、そうかな。まあ、ただ一つ言えるのは、うちの親父ギャンブル大好き。じゃあ削っていくか。オッケー。狙いはやっぱそうだね、10万円だね。じゃあ行きます。はい、1枚目。あ、やりました。ありがとうございました。あともう一つ出れば100万だよ。あ、まだ可能性ある。今ダブルリーチ。ダブルリーチ。最後いきます。どっちが来てもいいよ。どっちが来てもいいんだよ。あーあー、ダブルリーチならし。ダメだ、もうほぼ流れ作業になるね。そうやね。あ、もう2個出た。いや、今のうちからね、喜んだら体力持たないよ、これ。まだね。ダブルリーチの嵐だな。はい、もうどんどん削っていこう。そうだね。はい、外れー。まあ、絶対ね、2つはそうなんだよ、これ。3つが来るかどうか。10枚に確実に1枚当たり入ってる。入ってる、入ってる。あ、当たった。お、6等だ。まあ、こういうことですよね。はい、これね。6等200円の、これ、せんず。くそー。で、最初の10枚目は、はい、200円だけです。はい、200円。100万当たった時だけ喜ぶわ。10万でも喜ばない。魔漢高殺法。期待しすぎるとね。そう、結局出ないからね、これ。無心でやんなきゃダメで。そう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 。ただもう削るのが楽しいから、俺削ってるだけだから。もうその金額とか関係なくて、俺削りたいから買ってるから。それは嘘だよ。ここをねゴシゴシしたいんだよ。それは絶対的な嘘だよ。まあもう全然当たんなくていい。全然削るのが生きがいです。どんなやつだよ。さあ、折り返しくらいかな。5枚目。えっ、いや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 、早っ。もう残り2枚。1枚も当たり入ってない。え、そんなことあんの。ええ、全部入ってない。こんなんあんの。ちょ、もう一回見てみよう。怖い怖い。あ、当たった。当たってんじゃねえか。ありました。当たってんじゃん。いえー、これで200円で400円。今のところ30枚いきます。あ、もう出た。嘘。うん、だ、まだま、まだ9枚あるから頼む。100万出た時どうリアクションするんだろうね、YouTuber って。多分一回カメラ止めると思うよ。ちょっと待って、落ち着こうっつって。てか俺たち動画で何回かやってるけど、うん、多分ね1000円とかあったかもしれないけど、1万円は絶対ない。運ないんだよ俺ら。一緒にしないで。俺はあるよ。いや、ないでしょ。あるあるある。例えば、まあやっぱりこれだけ多くの人に巡り合って支えられてる、その人とも出会えて、やっぱり運っていうか、やかましい。あっ、踊った。200円。200円。まず当てたい。おお、びっくりした。こいつ無理。全然平常心じゃないじゃん。全然平常心じゃないよ。今これがさ、ちょっと見えたんだよね。くさー。うわー、線ずれた。はい、200円。でも当たり、イメージが出るよ。なんなのそれ。いや、イメトレよ、イメトレ。俺は当たるんだ。この人ポジティブだな。俺は当てられるんだ。そういう心持ちで臨んでいきます。来た。え、消えた。何え、3000円。おお、消えた。マジで来た。3000円来てる。ガチで消えた。見て、3000円当たりです。これなんと、これが4頭だね。うわ、来た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 。こういうことね。違うわ。こういうことだ。
違う。こういうの言った瞬間できたよ。出るだけポンポンと出たりするからね。ポジティブだな、この人はポジティブです。うん、来た。え？スカウト。うん。1000円。やばい。一袋に2回当たり。めっちゃ来てんじゃん、これ。4000当たっただから。一つの中で4000当たり出る。やば。いや、一気に来てる、一気に来てる。いや、来るよ、このまま1万円、10万円と。確かに。ほんと、ついてる。俺はついてる。俺に運が味方してる。あっ、1000円積もれた。一袋の中に3枚当たり出るよ。やば。当たるときは当たるんだよ。ついてるわ、相変わらず。相変わらず運がすごい。いや、でもこれ、俺のために流れ来てるな。多分いけると思う。あ、来た。え、スカウター。すごいすごい、来てる来てる来てる。1000円ですよ。いや、すごいすごい。今まで全然来てなかったから一気に来てる。あぁ、100万。もう俺は笑えない。マジで。だとしたらリアクション薄すぎる。でも飽きないね。そうだね、ドキドキ変わるね。チックショー。残り200枚。やべえ、ドラゴンボール当たる気がする、今回で。え、100万だよ、ドラゴンボール。うん。あ、センズ。はい、センズ一丁。くそー、センズ来るんかい、一枚目。あ、スカウター。おお、1000円。いいね、いいね、いいね。これね、なんか買う、削る前はね。あ、あ、え、あ、3000円。え、すごいじゃん。すごいやん。1600。すごい、素晴らしい。30枚残り。残り30枚。ほんとに俺たちが持ってる男たちだったら、ここで連チャンよ。なあ、あなたは選ばれし人です。怖い怖い。あなたは洗脳だよ、洗脳。当たります、こういう時に持ってる男です。導かし、今。うわぁ、つらそう。にゃあ、当たる、当たる、俺当たる、当たる、当たる、俺当たる。ラスト。ラスト1枚。センズの大当たり。ズレだよ。合計センズが1、2、4、5、50、1万円分か。1万円分だね。センズ1万円分と、はい、あとこれスカウター。はい、5等1000円が5で、4等戦闘服が1、2、3。3000×3、9000円。9000円。2万4000円。じゃあこれでまた買ってくるわ。やめとけ。ドハマりしてるギャンブラーないと。